ギャラってあったんですか？って言ってましたね。光源氏で発売された CD が1枚売れて、田中くんの高校は校則は厳しくなかったのですか？野球を入れられますね。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。田中正幸です。本日も YouTube に来たご質問に対してご返答させていただきます。最初のご質問はこちらです。元気が出るテレビに出演してギャラってあったんですか？というご質問に対してご返答させていただきます。結論からお伝えすると、私たちはもらっておりました。まずチームによって違うと思います。ちゃんと交渉していたのかとか、そういうことですね。私は当時その横のつながりで光源氏の山本君と話したり、光源氏は1987年にジャニーズ事務所からデビューし、1995年に解散した日本の男性アイドルグループ、総勢7人からなるグループで、メディア等では最後のスーパーアイドルなどと称されている。あとダダ LMD のズーのメンバーの方々と話したりして、ダンスとか、まあ、芸能業界にまつわるギャラ事情みたいなことを少しだけ知ってましたので、それが交渉に来たのかなと思います。例えば山本くんの例で言うと、光源氏の音楽で100万枚以上売れた作品ってありますよね。100万枚売れて山本くんに入ってくるのって。突然ですがクイズです。光源氏で発売された CD が1枚売れて、山本純一くんがもらえる金額はいくらだったと思いますか？ 1. 販売価格の 10%、 2. メンバー7人で山分け、 3. 1枚あたり1円。皆さんお考えください。正解は1枚あたり1円って言ってましたね。ですから、ある作品が100万枚売れて山本君に入ってくる額っていうのは、まあ、100万円ですよね。で、代わってそのズーのメンバーの方々、ダダ LMD ってマハラジャで撮影したんですけども、日本撮りだったりしますよね。クイズ2、ダダ LMD ダンサーの皆さんは1本の収録でギャラいくらもらっていたと思いますか？ 1. 5万円 2. 3万円 3. 1万円正解は、で、当時その1本3万円って聞いてましたので、まあ、2本で6万円ですよね。まあ、好きなダンスを踊って2本撮りで6万円かと、そういう感覚ですよね。まあ、こういう情報が生きて、まあ、私たち出るときは交渉はしてました。で、一番交渉がですね難航した例をお話したいと思います。それはですね、江ノ島大会ですね、最後の。なぜなら、あの時代打教師秋葉真剣ですって映画の撮影に入ってたんですよ。私が情報によると、映画をやっているという。映画やってるの？ね、どんな映画なんですか？東映代打教師。東映代打教師。よし。江ノ島帰ってきて、また踊るわけですよ。なんかこうありますか？出発点が江ノ島だったんで、また戻ってきたって感じですね。ですので、本来ならば、まあ、ダンス甲子園の方はお断りして映画に専念すべき時期だったんですが、まあ、どうしても出てほしいと。で、東映の大泉の撮影所まで来たんですね、ディレクターの方が。
で、そのディレクターの方がこう言ってました。テリー伊藤さんに言われてきました。田中が出るっていうので帰ってくんなと。結構なね、言葉ですけど、要するに私が出るって言わないと、ずっと池田さんは、まあ、池田さんっていうんですね、ディレクターは。池田さんは、私の近くにいるわけですよ。ですから休憩で入ったデニーズについてくる。とあるファミレスでご飯食べてる時にもついてくるってなってしまうんで、困ってしまうんですね。ただここはやっぱり大人の方が登場して落としどころを見つけなくてはならないので、当時お世話になってた映画のプロデューサーの方がいて、ファミレスで私とプロデューサーの方と池田さんで話して、まあギャラの値段ですね、大人が入るんで、まあ10代の私が言う額よりそれは上がりますけど、まあ割とその納得する額で、じゃあそれでってことで出ることに決まりました。ということでご返答とさせていただきます。田中くんの高校は校則は厳しくなかったのですか、というご質問です。ご返答させていただきます。結論から申し上げると、厳しくなかった方だと思います。理由をお伝えいたします。まず都立だったからというのがあります。例えば私立でしたら、かなり厳格に制服とかあると思うんですよね。うちの高校でももちろん着崩してた子もいました。まあ、それこそ短乱とかボンタンもいましたし、変形もいました。で、髪型についてなんですけれども、髪型についてはパーマもしくはその2ブロックいたと思うんですけども、髪型に関してはうるさく言われませんでしたね。それよりもその日常の行いの方に結構フォーカス向いてたような気がしますね。例えば先生方が授業をやりやすいように生徒がちゃんと受講しているかとか、そういう空気を乱すような生徒は、まあ、早々に目をつけられて嫌気を入れられますね。その基準っていうのが、例えば学校のそういう空気を乱して部活をやってない帰宅部みたいな子はやはり目つけられて、まあみんなの前で焼き入れられて、まあ痛い目には遭います。でケース2で言うと、日常の受講姿勢はどちらかというとよくはないけど、部活は一生懸命やってるっていうことかのパターンは割と見逃してくれますね。先生方からの景色とすれば、勉強とかは真面目にやってないけど、あいつは部活一生懸命やってるからってところで評価してくれて、そんなに口うるさく言われませんね。ですので今思い返すと、学校に来て何かしら打ち込んでいれば先生はそこを見て評価してくれる。ただわざわざ学校に来ているのにもかかわらず何一つ打ち込んでもなく、それに学校の空気を乱すような子は目をつけられて、まあ、先ほど申し上げた通り痛い目に遭わされてしまうということですね。まあ、これが大まかに言うと厳しくない理由ですね。で、質問者様からこのような質問が来たんで、この生徒手帳があったんで持ってきました。生徒手帳ですね。で、この生徒手帳の中に、我々は真理を愛し学問に励み、体を鍛え個性を培い、真に良い日本人となって新しい日本を築き上げようって書いてあるんですね。校訓っていうとこですね。校訓1、自治2、勤労3、敬愛。この辺はね、よく
あるパターンだと思うんですけども、こういうことが書いてありますね、生徒手帳に。そして、ね、個性を培いって書いてありましたから、個性に関して受け止めてくれてたのかなと思いますね。いや、もちろんその卒業して30年以上経ってますけど、初めて見ましたよ、生徒手帳って。もちろん通ってる時に生徒手帳の校訓を読むなんてことなかったですからね。あと服に関してはですね、例えば冬学生服の上に、まあ、ダッフルコート着てきたり、まあ、Pコート羽織ったりっていうのも全然 OK でしたし、まあ、うちの高校はこういう、まあ、校則だったんですけれども、まあ、冒頭に申し上げた通り、そんなに厳しい方ではなかったと思います。以上、ご返答とさせていただきます。こぼれ話。ただ一点ですね、そのシャツですね、シャツに関しては白、ホワイトじゃないと結構言われました。で、私の話で恐縮なんですけれども、当時ですね、ラルフ・ローレンのシャツが流行ってまして、でそれをですね、全校集会があるっていう日だったんですけども、着ていったんですよ。で、色がですね、ピンクのラルフのロングのシャツ着ていったんですね。で、いつものホームルームの時間に全生徒が体育館に集まって話をするんですよ、先生方が。で、最後に体育教官の先生が出てきて、もうマイク通ってスピーカー越しに、田中おめえピンクのシャツ着てきてんじゃねえよって言われましたね。ですので、一番それが厳しく言われた、まあ叱責と言いますか、注意ですね。まあもちろんそれ以降ピンクのポロのシャツは着てってないんですが、シャツは白で、まあ、ピンクは NG でっていう感じですね。